とワンタン演劇部始まるよ。新紙幣札、新しいお札が出されると古いお札が使えなくなるので交換のために大事に伺いますと言ってお金を騙し取る。デート商法、恋人になったふりをして異性への恋愛感情を利用して高価なものを交わします。契約させます。押し売りならぬ押し買い、玄関先で宝石や着物など高価なものを二束三文で強引に買い取る。点検商法、床下やガス機器などを無料で点検しますと家庭を訪問し嘘の報告で大して悪くもなっていないのに高額な工事をさせたり商品を買わせる。送りつけ詐欺、頼みもしない注文もしない商品を勝手に送りつけた後訪問し脅しながら代金をむしり取る。投資詐欺、1年で 50% の配当と言われ投資したが次第に配当が滞りかけたお金が全部パー。国際ロマンス詐欺、インターネットで知り合った金持ちでエリートだとアピールする外国人の男性から病気で入院したけど銀行の都合でお金が引き出せて困っているからと言われ20万円貸し、その後何度も何度もお金を要求され何百万円も貸した逆にメールの返金が来なくなりお金取られっぱなしだ。惜しいんだ。こういった詐欺悪徳商法が横行しています。日々新しいものが出てきます。本当に本当にくれぐれ日本にはいい言葉があります。念には念を入れて石橋は叩いて渡る、君子危うきに近寄らず後悔先に立たず車の先の杖行くぜ門に帰らず備えあれば憂いなし、ご用心ください。以上で港湾アン演劇部おしまい。ご視聴ありがとうございました。他の動画も